中門に入った宰相に、清盛は目通りを許さなかった。仕方なく宰相は、現大夫判官末貞を通じて、言葉を伝えてもらうことにした。つまらない人間と関わり合いになったことは、返す返すも残念ですが、これも致し方ありません。成常に縁づいた娘が、身重の体で、実は今朝からこの嘆きのため、息も絶え絶えなのです。いかがでございましょうか。少々一人生きていても、どうなるものでもありません。しばらく、この範盛にお預けくださらぬか、決して間違いなどは起こさぬように厳重に監視いたします。これを聞いて清盛は、また範盛のあれが始まったな、全くわけのわからんことばかり申して、と、ろくすっぽ返事もしなかったが、しばらくして、新大納言成親は、平家一門を召して天下を乱そうとしたのじゃ。少々は、この成親の正真正銘の嫡子じゃ。宰相が彼と親しかろうが、親しくなろうが、そんなことは知ったことではないが、それほどの重罪人をかばおうと思っても無駄じゃ。第一この反乱がもし成功していたなら、今頃宰相だって、のこのこと歩き回ってはおられなかったはずじゃからな。清盛の言葉を宰相に伝えると、ひどく失望した様子でもう一度伝言を頼んだ。方言平治の合戦以来、いつも殿のお命に代わる覚悟で働いてきました私。この後も、ひとたびことが起これば、必ず御馬前に馳せさんずる覚悟で、また私が、年老いて役に立たなくなっても、子供たちが何人かおりますから、必ずや、一方の見立てとなって、手となり足となるつもりでいますのに、成常を一時お預けくださることさえ、お聞き入れないとは、どうやらこの範盛に、ふた心あるとでも大思いとしか受け取れません。それほど、ご信用がないのでしたら、この世にあって、何の生きがいがございますことやら。それならば、出家入道し、どこかの山里に庵を結んで、静かに菩提を弔います。世にあれば望みもでき、望みも叶わなければ恨みも残るものですから、仏の道に入ってしまえば、そんな気持ちも起こらないでしょうから。末貞は、清盛に宰相の言葉を伝え、どうやら宰相は、本当に諦めてしまったらしいようで、どうにでも、お気の済むようにと言っていられます、と言い添えた。清盛もさすがに驚いて、いくら何でも出家までせずともよいわ。仕方がない。少々しばらくの間、範盛に預けると申しておけ。と、折れた。清盛の許しを聞いて、肩の重荷を下ろした範盛はしみじみと、まったく子供など持つものではござらぬのう。娘婿だからこそ、これほどまで心を砕くので、まったく赤の他人にはできぬことじゃのう、と述懐した。範盛の姿を見た少々は、走り寄って尋ねた。ご首尾は、清盛公かつてないお腹立ちで、お目通りも許されず、除名嘆願も受け付けてはくださらなかったのを、わしが出家入道するとまで申したもので、仕方なく、一時私の家にいることは許してくださった。しかし、これも長続きするかどうかはわからんのう、と安全たる面持ちであった。いや、それはそれで、一時にせよ、おかげをもちまして、命は伸びたのでございますが、父の方のことはいかがなったか、お聞きになりませんでしたか。
そこまではとても手が回らなかったのじゃよ。少々はさめざめと涙を流し、命を長らえさせていただいたご恩は、何ともありがたいのですけれど、命の惜しいのも、もう一度、生きて父に会いたかったからのことで、父が切られては、私一人生きて何になりましょう。それよりも、生きるも死ぬも、一緒にお考えくださるように申し上げてくださいませぬか。さよう。のう、そなたのことばかり考えていたから、つい父上のことまで思い至らなかったが、聞くところによれば、小松殿が今朝、いろいろ手を尽くして、助命をお願いしていたらしいから、ここしばらくは、お命に別状ありますまい。それはまた、なんとありがたいことで、少々は、今度は嬉しさに泣く泣く手を合わせた。この窮地に陥っても、なお、親の身の上を思い馳せる心は、やはり誠の親子なれで、のりもりも、もらい泣きしながら、やはり持つべきものは我が子だと、つくづく思ったのである。のりもりと打ち連れて帰ってきた少々を見ると、女たちは、生き返った人を迎えるほどの喜び方で、またまた話を聞いては、嬉し泣きを続けた。